お疲れ様です、プロデューサーさん。まだまだ寒い日が続きますね。仕事で外回りが多いと、この時期は大変じゃありませんか？いつも私たちのために頑張ってくれてありがとうございます。でもどうか無理はせず体調に気をつけてくださいね。そうだ、ホットチョコレートを入れましょうか。飲むと体がポカポカに温まりますよ。カカオは冷えた体を温める効果があるそうですから。チョコレートといえば、もうすぐバレンタインデーですね。私からプロデューサーさんにお送りするのは、その一杯のホットチョコレートです。なんて、冗談ですよ。ごめんなさい。当日お渡しするチョコレートについては、ちゃんと考えているので安心してください。私、プロデューサーさんにはお世話になってばかりですから、こういう時くらいは、きちんとした形でお礼をしたいんです。それじゃあバレンタインを楽しみにしていてくださいね。プロデューサーさんが期待してくれると、私もいっぱい頑張れます。混ぜた卵黄にチョコバター、そしてまた丁寧にかき混ぜてトロトロになってきたみたい。うん、美味しい。今日のガトーショコラはきっと会心の出来になりますよ。プロデューサーさんが隣で見ていてくれたから頑張っちゃいました。次はオーブンを予熱しておかないと。あら、ちゃんとスイッチが入ってる。プロデューサーさんが入れてくれたんですか？今日はいつもお世話になってるお返しをするつもりだったのに、いつもみたいに助けてもらっちゃいましたね。バレンタインのチョコレートは身も心も温めてくれる、美味しくて幸せなプレゼントですね。作っている私も幸せな気分を感じてますから。だって食べた後のプロデューサーさんの笑顔を想像したら、自然とそういう気持ちが湧き上がってきちゃいますから。さてと、あとは焼けるのを待つだけです。出来上がったら2人でパーティーにしましょう。ハッピーバレンタイン、プロデューサーさん。